10月も4週目になりますがまだ暖かい日が続く見込みです。 山口さん、はい、まだ季節外れの暖かさが続いていますねそうなんですよ、まあ、昨日今日明日ぐらいまでは寒気の影響を一時受けているんですけれども、はい、その後また上昇傾向となりそうなんです、はい、えと言いますのはねこちらをご覧いただきましょう上空1500メートル付近の温度の予想になりますで例えばこの23日なんですけれども、はい、この日は日本海に低気圧が入りまして全国的に 天気が崩れるといった日になるんですけれども、はい、その一方で日本海の低気圧に向かってまたこの時期としてはかなり温度の高い空気が上空、広い範囲に流れ込むということになります。はい、でその後も今今回、今今日ですね、えー 20日に来たほどの寒気は後ろには控えておりません、はい、日本付近は暖かい空気の流れ込みやすい状況が続くとみられます、はい、気温の予想で見ましてもあの通り西日本沖縄で見ますとまたこの25度以上の夏日といったところも多くなる見込みでして、はい、高知では 23日は28度ですと福岡もさって火曜日は28度を見込んでおります、はい、えまた季節の隅はちょっとこう足踏みということになります、はい、北日本東日本こちらも似た傾向でして、はい、明日まではまだ温度低いところが多いです特に朝はかなり冷え込みます、はい、ただその後火曜日以降はまた上昇傾向となりまして新潟でも26度の はい、夏日夏日が出てくる見込みです。はい、25度超えますとね。さすがに汗ばむ陽気となりそうですので、はい、1> まあ1週間の中の気温の変化にもお気を付けください,、はい。はい、この先まだ25度ぐらいの日がある見込みです。しっかりと服装なども調節してください。この先の詳しいお天気、また気温の変化につきましては、お天気アプリウェザーニュースから確認することができます。